いいいつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございますす青山龍です、えー、コーチングを学びそして実践していく中で,ですね、えーまあ、これは講中のクライアントもそうなんですけれども認定講座に来られる方々もそうなんですけれどもこの理論を学ぶことによってそして実践することによって、えー、自分の中に眠った能力をどんどんこう引き出していくっていうこととか 当然ながらその現状の外側の高い高いゴールを次から次へとこう達成していくような日々に、まあ、切り替わっていくわけですよね。でその中でですね、えー、とコーチングそのものを学ばない状況の中でですね大きな成果を出してる人、まあ、こういう方々にもですね自分は非常に興味があってですね今週も えと世界的に活躍されてる音楽家のまあ若い方なんですけど、えー、とお話を聞く機会があったんですけれども、えー、と非常に興味深かったので少し、まあ、感じたところですねお話をしてみたいなと思います。えーと とも自分自身もこう認定講座でですねコーチを育成する側にはなっているもののまだまだこのコーチング理論奥、えー、が深くそして幅も広いなというふうに思っているんですね。そしてその中であの世の中で結果を出されている方のそのマインドの使い方に非常に興味があって、えー、時々あのまあ、ある意味その 超一流と言われる方々。<laughs> 本人たちは超一流というふうに思ってないかもしれないですけど、一般的に超一流と言われる方々、そしてその、成功し続けている方々ですね。えー、っと、なんて言うんでしょう、情報チェックしてみたりとか、あとは、あの、直接話を聞ける場があれば、そういうところに行ってみたりするわけですけれども、非常に学びますね。あの <laughs>、 コーチング理論を我々は学んでるからこそあのエフィカシーが高いエフィカシーが重要であることとか現状の外側のゴール設定というものが、えー、まずはそこからスタートするぞと、えー、そうすることによってすこと間外していくことになるんだぞと,ということに、えー、我々は学んで、えー、そして実践することによって えー、まさに次から次へとゴールを達成していくということが、まあ、できるようになってくるわけですねマインドの使い方なので、えー、年齢も性別もこれまで何をやってきたかとかも全く関係なしに過去全く関係なしに思いっきり未来を切り開くことができるというところなんですけれどもじゃあ もうすでに結果を出されている方今回あのちょっとお会いしてお話を聞かせていただいた方はですねもう世界的に活躍されている音楽家の方なんですよ、ね、結構若い方ですけどまあ頭も切れるしなんて言うんですかねえー、とまあいわゆる我々でいうあのエフィカシーが高いとどういう状況なのかっていったらその,その音楽家の方の言葉からするとですねとにかく えーまあ、自信を持つことが大切そして、えー、やりたいことをとにかく徹底的にやるんだというところですね、まあ、ここは我々ォントゥ100%そして <laughs> の自信を持つまさにエフィカシーですねゴールを達成する上での自分の能力の自己評価をこれを徹底的に高めていくということまさにそれを天才的に見つけているというかですねもう身につけてるんですね。で まあ少し興味深かったところはです、ねえー、とここかなり面白いなと思ったんですけれども、えー、と,とは言い,いつつも壁にぶつかることありますよねとでそういう壁にぶつかった時にどのようにこう、えー、と自分自身をコントロールしてるんですかみたいな質問を投げかけたらですね、うん、そもそもあの壁という感覚で壁にぶつかるという感覚はあまり感じないというんですよね。 って思っていろいろ詳しく聞いてみると、まあ、何かこうあのゴールに向かってアクションを取っていく中でうまくいかないなと思った瞬間にすぐ次に切り替えるとだ壁を感じるか感じないか、まあ、その瞬間にもう次切り替えて別のやり方を始めるとか。 まあそういういいことでで切り替えがすすごく早いんですよねだから壁を感じてああってうまくいかないなとかってエフィカシーを下げるその時間を全く作らないというそのような感覚でお話をされてましただから何て言うんでしょうかねやっぱりこう仮説検証そしてうまくいかなかった時の切り替えが瞬時にできてるんだろうなというふうに思うんですねだからいやこ,うこれでうまくいかないんだとじゃあ次こっちやってみようと もう次のもうプロセスをあのアクションを考えるわけですねでそれを繰り返していくうちに、えーまあ、気づいたらあの壁を越えていたもしくは、えー、右から抜けてたとか左から抜けてたかみたいなそのような感覚になるらしいというところで、えー、大きな壁をあんまり感じたことがありませんというねただし全力でやってますっていうんですね全力ってどのくらい全力なのかっていうのは多分 相当全力でやってるらしいので、まあ、そこはですね、えー、っと高いエフィカシーとあとはまあそうですねゴールに対してです、ね、強いあの思いですよね。 絶対達成するんだという強い思い、やっぱり我々の言葉で言うと強烈に高いエフィカシーだと思うんですよね。だ違う,こう言葉で説明されているけど本質はかなりあの近いところにあるかなと。でやはりこう我々はどうしてもこのコーチングの用語で物事と見めあの。 見てし,しまいがちですけれどもそうではない感覚で、えー、と捉えているということが非常に新鮮だったので、えー、と自分自身もですねあのいくつかスコトマが外れたなぁと思いました、えー、とそういった意味ではあの、まあ、こうやって結果を出されている方に直接お会いしてお話を聞くっていうのはあ意味があるなとでやはり学びはこう止めてはならないなというふうに思いました。 でもこの感覚って、えー、と以前、ですね、あの北別府さんワールドピースコーチングにずっとあのゲスト出演していただいている、えー、レジェンド投手ですよね、えー、と元広島カープの213勝、名球界入りしたあの元ピッチャーですけれども北別府さんなんかもですね、まあ、我々、コーチングをあの伝えるということもほぼあの、まあ、解説はするものの。 まあ、ほとんんどでできてるんですよね逆に言うと北別府さんの話の内容が非常に面白くてですねそのエピソードを通してどのようにマインドをあの使ってきたのかっていうその事例がですねあの、まあ、学びが深いというかですねえ毎回いろんな食事をしたりとかですね裏でいろんな話を聞かせていただく中 まあ、あのイベントに向けて、ワールド・ビース・コーチングでイベントに向けて、えー、と打ち合わせをしたりとかですね、終わった後に、フォローの,あの食事会とか、また来年もお願いしますみたいな、こういわゆる懇親会的なその食事会を毎年させていただいてるんですけれども、その中の,の話が非常に面白いというのは、まさにそこなんですよね、超一流の人、えっ、ー、と、200章 超えて213章まで積み上げた。そのえー、まあ、伝説のピッチャーがですね当時その記録をこう塗り替えていく中で、どのようにマインドを使ってたかっていうのは、まさにあのコーチングの言葉で説明、えー、できない部分もいっぱいあるんですよね。もちろん我々はそこからあの学ばしていただいて、その要素を。 えー、抜き出すことによってですね、えー、汎用的にいろんな人がこう活用できるようにしていくっていうのが一つあるとは思いますけれどもまあまあその一つ一つのエピソードがあの興味深いしやっぱりこうあの違うなと。<laughs> でコーチング理論別に学んでいないけれども、えー、まさに学んでたかのような形で。 えと実践されていたことやはりいい天才的にたどり着くんだなというふうなことを、まあ、感じますよねで今回もその、うん、既に若くして世界的に活躍されている音楽家の方もですねいや本当にこれ構築学んでるんじゃないかなと思うぐらい自然にあの、うんまあ、その高いエフィカシーの話が出てきたりとかですね、えー とそうですね壁の乗り越え方とかですね切り替え方とかですねあとは日頃の生活における注意ポイントみたいなところ、まあ、全てそのポジティブに切り替えるとかやりたいことを徹底的にやるんだと自分の能力に限界を作らないみたいなこともですねかなりあの詳しくお話を聞かせていただきましたけれども例えばあの30% 70%で A というプロジェクトで 30%B というプロジェクトで70%を使っているとしてじゃあ C というプロジェクトが立ち上がりましたとじゃあ B というプロジェクトの70%を少し稼働を落としてですねその隙間に入れていこうという発想、まあ、我々なんとかそれをしてしまいがちですけど、えー、とその方はですねいやそうじゃないんだと,、えー、と 30%70% の効率を上げていくことによって で同じ稼働の感覚で隙間を作ってあの C のプロジェクトを動かし始めるんですってだからあの集中力を高めて、えーっとまあ、いわゆるあの時間あたりの、うんそうですね、生産性をあの、まあ、成果を上げていくこの感覚をですね、えー、集中力を高めてアップしていくってことですよね。 ままあまあ効率化をしていくってことなんですけれども結果として100%の中で、えー、っとやりくりしようとするんじゃなくていやいや 100%, 100からプラスあの30は来たら130%でやる感覚で結果として 100, 100の時間でやるんですみたいなだからもう200も300もいけちゃうっていう感覚なんですね。 うん、ちょっとここはあの説明があの少し補足が必要なのかもしれませんけど感覚的に皆さんわかると思うんですけれども時間の中でのやりくりじゃなくてそれぞれを効率性を高めて、えー、っとまあ隙間の時間を作りその隙間の時間にさらに効率性を高めた新しいプロジェクトをあの入れていくと。 そうすることによって同じような時間で稼働してるんだけれども新しいプロジェクト A, A と B だけではなく C も同時に動かして結果は A も B も変わらない結果を出し続けることができるそして C のプロジェクトも新しくあの成果を出し始めるということ、まあ、こうやって能力っていうのはあの自分でえとリミッターをあのつけなければ 延々と伸ばすことができるんじゃないかというまあそういう感覚でお話をされてましたね。だから自分自身で自分の能力がここまでっていう,ふうに決めた瞬間に、えー、っとこう能力が止まってしまう感覚がどうもあるらしくていやどんどんやっちゃえばいいんですみたいな <laughs> そんな感じいや素晴らしいなと。 えー、こうね実践者のこの言葉のなんてうんでしょう,こう重みみたいなものを、えー、具体的な話を通してですね聞かせていただくことによってそういう重みを感じることができました。 まああのまあこうやって時々、えー、とこう第一線で活躍されている方とですねあのいろんな形で紹介を受けたりいろんな形でこう接点を持つことによって、まあ、自分自身もまだまだ学びを深めていこうかなという気になった今週の、えー、と出来事でしたということですね。 えーとワールドピースコーチング2020は12月27日にオンラインで開催します。えー、とプレイベント、前夜祭とかプレイベントもあの企画しているので、えーと、詳細が決まり次第、また、えー、音声とかですね、YouTube とか、あとはメルマガブログとかで、えー、公開していきますので、えー、楽しみにして,い,ていただければと思います。えー、今日は以上です。ワクワク様でした